美味しかった。久しぶりにショールーム見れた。ありがとうございます。前髪お帰り、ちょっとだけ帰ってきました。うん、お腹がペコペコお腹がやっぱいっぱい踊るので、もう公演後はめっちゃお腹が空きます。皆さんはもう晩ご飯食べたかな。どうなんだろう、食べながら DMM 見たりするんですか。もうなんだろう、もう何時だでも9時前か。あ、じゃあご飯食べてるかな。ってなったらメイク落とした。いや、落としてないんですけど、あの汗で落ちました。で、9時までしかショールームはできないので、急いで飛んできて、あのちょっとメイク直しはあんまできてないんですけど、一応ちょっとだけ、あ、ちょっとだけチークちょっとだけ残ってます。うん、なんかついた。まだお仕事ですけど、何か、あ、お仕事お疲れ様です。お仕事お疲れ、それはお腹すきました。公園帰りの電車の中だよ。おお、ありがとうございます。ひなたの料理配信好きだから、またしたいですね。ね、またがいい感じ。やった、腹減ったね。こんばんは。よろよろフォローしました、ありがとうございます。赤い、すごい赤いって感じありがとうございます。嬉しい。どんどん大人っぽくなって。今日は大阪魂では珍しい、初めてかな、ちょっと記憶の中では初めて、もしかしたらしたことあるかもしれないんですけど、あの大阪魂では初めて、あの下に木がある状態、あのここに下ろしでしました。このいつもは全部上にこう上げてるんですけど、なんかツインにするかポニーにするかサイドにするか、あと何やろ、何してるかな、なんかこう上に置いてるんですけど、今日は下に髪がある状態で出てみました。ここに、ここはちょっとだけハーフサイドポニーっていうのかな、ちょっと上げたんですけどね。そう、ここにある状態で出て、あの死んでしまわないか不安だったけど、生きて帰ることができましただから前髪がね、いつも以上に崩れたのかもしれない。そう、下ろしてるのもいいね。おお、よかった、嬉しい。踊りやすかった。え、どうやる。でもなんかまとめてるよりはこうなんかパサッパサッってできるから、いい感じに踊れたのかなとは思うんですけど、私髪の毛がすごいね、一本がもう画面には映らないレベルに細くて、そうだからすぐにこの細い子と細い子がクシャクシャってなるんですよ最初のうちは振り回しててイエーって感じでいいんですけど、どん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 もつれていっちゃうんですよねそう、この髪型似合うなってゆいなちゃん言ってました。ねえ、嬉しいね。配信あのしてたみたいですよね。そう、なんかその前にこう家からあのビデオなんていうの、 LINE 通話っていうのをしてて、そう見るって言ってたから、そう嬉しかったです。見ててくれてて本当にもう嬉しかった。サイドポニーヘア可愛い、ありがとうございます、してよかったでももうこのサイドポニーの子もちょっと疲れてしおれてきちゃいます。最初はねこうやってもうちょいニョキってなったんですけど、クシュってなっちゃったで、ゆまっちゃの代わりに誰がいるんで叫んだの、今日はれいこさんが叫んでくださいました。もうすごいれいこさんの声は、ね、すごい聞き取りやすくて、もうすごい良かった。なんかゆいなちゃんとはまた違う良さがあって、すごい2人あのどっちのも好きだなって思いました。ママ可愛くない困るわ、優しい、ありがとうございますどんな髪型しても似合うね。やった。何の髪型をしている時が
何の髪型が皆さんは好きですか？私はツインテールをすることが多いんですけど、ちょっと新しいもんにもいろいろチャレンジしてみたいなと思って。そうどういう髪型をしたらファンの皆さんは喜んでくれるというか、可愛いねって思ってもらえるんですか？みやたん、はじめまして。お、千秋さん、ありがとうございます。こんばんは。ちょっと今日はボロボロだけど、いつものショルマーもちゃいマシですので、よかったらまた来てね。うん、やっぱポニーテール、ああやっぱポニーテールは正義ですよね。でも私ちょっと顔がね、他の人に長くて、だからちょっと高めポニーをする勇気はないんですけど、じゃあ低めのポニーとかならたまに、本当にたまにしてます。クマちゃんヘア、あ、ね、クマは可愛いですよね。クマとかここら辺の羊とか結構くるくるしてる系も好き。チャイナみたいなチューンって出してるのも好き。高めのツイン、あ、高めのツイン好きしますよ、よく。ちょっと恥ずかしい時は高めのツインの中でもチュー後ろに下げてしています。そうで、高めのツインはこの公園の中でもよくする方ですね。涼しい。20年後になったら次はきついか。そうですね、20年後はさすがにできないかも。三つ編み、感じた、三つ編み、ああ三つ編みあんましないかも。たまにこう編み込みみたいなのしてるんですけど、三つ編み、なるほど。なんか昔ここのツインで三つ編みをしたんですね。そしたら踊ってたらこう回ったりした時に、この三つ編みが私の顔を叩いてきて、それからちょっとするのが恐怖なんです。ここの高さだったから顔面に当たったのかな。そう、このしかも3本ぐらい、あ、1本だったっけな、なんかすんごいすんごい強くて、もう声終わるまで耐えれるかって思うぐらい痛くて。そうなんだからちょっと恐怖なんですけど、それは危ない。そう、ちょっとね、狂気でもあるんですよね、長い髪の毛は。髪長い人ある、あるあるなんかな、どうなの。めっちゃ似合ってて可愛いのに嬉しい。ちょっと激しくない時にしよう。あ、それから多分1本だったからちょっと太めの三つ編みだったからバシコンって痛かったんですけど、ちょっと分けた三つ編みとかならまだいけるかもしれない。あ、でも分かれてても当たったら痛いんですかね。ちょっとそれは実験しないと分からない。ねえ、ほぐらいばっさり切ってしまいたい。あ、なのほさん、え、でもちょっと憧れるけど勇気がないです。はい、あそこまで切る勇気はない。切るとしてもここ肩ぐらいまでかな。ここが私の精一杯。ちょっと奈々子さんぐらいまで着るのはまだちょっと勇気がないですね。うん、髪の先に重りをつけて武器にしよう。え、一個の武器になると思います、周りの人に当たったら。もう武器レベルなんですよね。かっこいい曲なら髪が長いと雰囲気でいいかも。あ、確かになんかこうか、ふさっって感じで出ますよね。なんか短いのがでもブンブンってなるのが好きです。うん、なるほど、長い時もよかった。え、ねえ、長いのも結構好きです。研究生の頃の、いつだ、研究生の頃とかはね、そう長かったよね。はい、最初らへん。そうルアタンのインスタント投稿可愛すぎる。ありがとうございます。また投稿しますね。皆さんもぜひ見てください。ルアタンショットも似合うと思う。嬉しい。ちょっと不安だから言ってもね、憧れはあります、ショート。いつかはショートのルアタン見てみたい。そんなこと言っても切っちゃおうかな。ルナタンは絶対前髪あった方がいいよね。そうですね、前髪は、前髪大切なのに公園出るともういつも
終わってるんですよね。どうやったらキープできるんだろう、ずっとボンドとかでもう固めといたら動かないかな。キープしてるんですけどね、どうしてもどうしても最後まで持ったことがない頭三脚持てばもう素晴らしいレベルですね。それはアイピちゃんに聞いたらね、教えてもらえるかも。前髪の止まっとくコツを教えてもらおうかな。ね、今日はアンコールガールっていうか、そう、アンコールはね、アイピちゃんでしたね。そう、こうやって DMM で見るの楽しい。あれ、いつも途中ぐらいからしか見れないので、そう、帰ったら、ね、DMM を12時まで起きて見れるように。そう、昔は帰ったらバタンキューだったんですけど、最近は12時まで起きて DMM も見ることができています。そうなんですよね、だから頑張って起きときた。なんか今日大人って言うことです。髪型かな？もう巻きがもう熱で汗で落ちちゃった。ちょっとなんか大人っぽいのかな。元気でフレッシュってアイビーが褒めてた。そんなこと言ってくれてたんですか？嬉しい。大人。そう、ちゃんとね、遅くまで起きれるようになりました。でも今日はなんかね、寝れそうな気がしますあ、でもね、アドレナリンがどんどん出てくるんですよね。そう、そうなんですよ映りそうだったのでちょっと移動よくらせ、この壁はスタッフさんが頑張っていっぱい貼ってくれてました。みんな結構今ショールームしてるんですかね。そう、私がちょっと公演前にするのができなかったから後でしてるんですけど、どうなんだろう、みんなしてるのかな今日はアンジさんとも写真が撮りたかったんですけど、終わってから撮れなくて。そうなんで、なんか卒業発表ですごい寂しくですけど、卒業されるまでに写真撮ったり、いっぱい思い出がちょっとでもいっぱいできたらいいなって思ってます。今一人だけで、あ、そうなんですね。そう、本当にすごいね、大切な存在なので、すごい表情とかもアンジさんが卒業されるまでにいろんなことを学んで吸収したいなと思います。頑張って。もう今日のフルパーパスとか皆さん見ました？もうアンチさんもすごい最高、もうどこでも最高なんですけど、私は特に真ん中でいつもアンチさんが今日は何をするのかなって考える時間がすごい楽しくて好きだったので、あと何回見れるのかなと思ったらすごい寂しいです。もっと見たかった。イントロからキックしてたのはあった。そう、みんな多分笑ってましたね、トゥリパパさんとも。そうなんですよね。だから DMM でアップでも今日は見たい、今日も見たいと思います。すごい、なんかすごい個性的な、もうアンチさんしかできないキャラじゃないですか。なのでちょっと私がどこまでアンチさんにはなるのは難しいと思うんですけど、ちょっとでもいろんな表情、アンジさんすごいので盗んだり研究したりいっぱい頑張りたいと思います。メンバーならまた会えるよね、絶対会いたいです。どうしても本当に帰っちゃうのかな、どうなんだろう。レナタマレナタディありがとうございます。王将に来るといいね。そうなんですよ、今王将って空いてるのかな。王将行きたいんですよね。でもすごいね、コロナに気をつけている方なので、ちょっとちゃんとね、ちゃんとして行きたいなと思います。
そう、何年前からお塩行きたい言ってるんやろもうめっちゃ何年も経っちゃって、もうめっちゃ行きたいんです。そう、オレンジジュースがあると聞きました。お塩は、お塩の店に入ったことがなくて、まず大塩と言ったら何、餃子か、餃子の大塩、餃子の大塩、その餃子食べて、何がある、あ、チャーハン食べたいですね。ちょっとアンジさんといえばトゥルーパーパスなので、トゥルーパーパスはね、こうチャーハンをいっぱい作ってるので、チャーハンとかあるんかな、食べたいテイクアウト、どうなんだろう、唐揚げ、なるほど、唐揚げも美味しいですよね、餃子に唐揚げに、ラーメン食べ、今食べたい今でももう9時だから、そう、今食べたい気分ですね、ラーメン。と餃子の王将、大阪王将、王将っていろいろあるんですか、何、餃子の王将だけ大阪王将っていうのもあるんですか、何が違うの、大阪の王将か世界の王将かって、あ、世界に、日本の王将か、ちょっとそれはアンジさんに聞きます、どっちがいいですかって そういうのがあるんですね、知らなかった、皆さん詳しい、すごい、もともと一つだったのが分かれた、なるほど世界、王将は世界じゃないか、大阪じゃ日本でしたね、世界の王将出てた、そうなんですよ、なるほど、ありがとうございます、教えてくれて、よいしょ、私9時までしかできないんですけど、時計がなくて、皆さん9時近くなったら教えてくださいまあそろそろだよって、時計がないのでぜひ教えてください、43分、おー、ありがとうございます、あ、すごい、みんなナウの教えてくれてありがとうございます、あと2時間ほど、あと2時間もあるの、9時まで、おかしいなあと15分ぐらいOK です、京都に行こう、ガオガオ今日もガオいましたね、やっぱチーさんがいるから、なんかユニフォーム着てるファンの方も多くて、ガオってしましたお疲れ様です、お疲れ様です、まだ一杯しか経ってない、嘘、初めて一杯しか経ってなかった明日の9時までなら時間、あ、確かに明日の朝の9時まで配信するなら時間あるけど、ちょっと1回夜の9時で終わらないといけないですよね、ちょっとバンさ、バンってなっちゃう、ちょっとバンって、なんだーってちょうどおねしおりさんが撮ってきましたよ、三振三位になってる、そうなんですよ、でも甲子園に戻ってくるから、その、パワーでまたこう戻ってほしいなって思います。 TikTok アップされたよね、オーディションの写真から、あ、そうなんです、アップされて、本当はマイクをあの TikTok に載ってるのは本当に履歴書っていうの、何、応募か、応募に送った写真にしたんですよ。でもう一個家で撮ってる写真があって、私あの時代っていうか、もともとすごい、なんでこんだけってこんなキッチフレーズなんですけど、そう、笑顔またレナさんとか、レナさんすごいで、みんなは笑顔になれとか言ってるんですけど、そう、笑うのがめっちゃ苦手だったんですよ、すごい、今でも、そう、今ようやくそう笑えるけど、すごい笑うのが昔めっちゃ下手くそで、なんか知らんけどめっちゃ笑えなくてその時の写真もあってね、そう、それにするかな、なんですけど、そこ、なんかそこの写真にベリベが写ってて、ワンちゃん、うちで飼っているワンちゃんが写ってたんですけど、なんかこの昔と現在っていうのをこう見比べて載せたかったらしくて、
そう、そっちの写真にしたらワンちゃんをここに連れてこないといけなくなるって言われて、そりゃ大変だと思う。ワンちゃんは連れてこれないと思ったので、そう、あのオーディションの時の写真にしました。その大人になってましたか、どうだろう、大人に成長していったらいいなと思います。皆さんぜひ公式の TikTok に載っているのでチェックしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。ぜひコメントをしてもらえれば嬉しいです。よろしくお願いします。待ってます、コメントをしてくれるの。そう、なんかね、めっちゃ子供でした。なんか3年前ぐらいなんですけど、そう、あれ3年前とこんなんやったっけってぐらい、なんか結構おとなしい子供でした。やっぱ3年もあれば変わりますよね。そう、応募写真なんだね。そう、応募した時の写真なんですよ、あれ。そう、応募の時に送った写真で、入った頃と比べると本当大人になったよね。ね、中1だったのにもう高1になっちゃって、もう自分でもびっくりしてます。何事やって。そう、びっくりしてます。そうなんです、3年も経ってました。昔あんなバブちゃんだったのに。大人になりましたか。最初の握手会でおどおどしてたのが懐かしい。本当にもう緊張です。成長期、そうですね。あとね、身長ももうちょい伸びていったらいいなと思います。今も伸びてるのかな。どうなんだろう。ひなたん高校生だもんな。え、そうですよ。しかももう今あれ？今8月のもう最後で、もうすぐ9月でしょ。もうそしたらもう今年も10、11、9、10、11、12、1、2、3、あと7ヶ月もしたら、あ、ありがとうございます。7ヶ月もしたらもう高2になるんですよ。やばくないですか、恐ろしい。私が恐ろしすぎ、びっくりします。本当に。そしてもう1年すれば高3で、そしたらもう大人になって大学生になって、そしたら4年何年かは分かんないけど大学生して、で卒業は分からんけど、大学生終わったら大人になって、大人になったらおばあちゃんになって、おばあちゃんになったらひいおばあちゃんになるのかな、分かんないけど、ひいおばあちゃんになって。どんどんすごい。人間ってすごいですね、そう考えると。今日ね、ちっちゃい子が来てくれてたんですけど、すごいちっちゃくて、あ、昔私もこんなちっちゃかったのかと思ったら、もうびっくり、人間の成長速度っていうの、まあすごいなと思って、びっくりしました。人生早い、本当に人生あっという間ですよね。恐ろしい。おばあちゃん、昔そう、ひいおばあちゃんになって、来世は来世に生まれ変わるのかな、そしてまた。人間すごいなって思います。怖い怖い。中高生の成長は早いよね。ねえ、なのでちょっと、ね、学生楽しみたいと思います。あ、時間ありがとうございます。そろそろかな。じゃあちょっとそろそろ終わりたいと思います。皆さん結構急にしたんですけど、見てくれてありがとうございます。公演もありがとうございました。まだ見てないよという方はぜひ夜の12時からあの DMM が配信されるので、ぜひそちらでチェックしてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。配信ありがとう、こちらこそありがとうございます。じゃあそろそろランキングを読もうと思います。じゃあちょっと時間がないので5位ぐらいから、片手の5位から言おうかな。5位、佐々木ちゃん、ありがとうございます。
4位ベルメルさん、ありがとうございます。3位お茶っぱタイムさん、ありがとうございます。2位 F さん、ありがとうございます。そして今回の1位はタララーンタ荒木さんです。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。皆さんも見に来てくれてありがとうございました。すごいパチパチいっぱいありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。じゃあそろそろ終わりたいと思います。皆さん見に来てくれてありがとうございました。3、2、1、バイバーイ。